松本竹宏は、日本の政治家。元埼玉県和光市長、地域政党、自由を守る、会顧問。元和光市議会議員。兵庫県明石市生まれ。兵庫県立明石城最高等学校を経て、早稲田大学法学部卒業。放送大学大学院修士課程修了。大学卒業後、ベンチャーキャピタル、中央経済社、東洋経済新報社に勤務する。 2003年、和光市議会議員選挙に無所属で立候補し、得票数5位で、初当選した。2007年の和光市議選では、得票数トップで再選。2009年、和光市議を辞職。和光市長選挙に無所属で立候補し、連合埼玉が推薦する現職の野木実元和光市議会議長の八木下長春を破り、和光市長に初当選。 2013年5月12日、和光市長選挙に立候補し、無投票で再選した。2014年より、上田玲子東京都議会議員が立ち上げた、地域政党である自由を守る会の顧問を務める。2021年4月12日、記者会見で市の元保健福祉部長による、高齢者からの現金着服事件の責任を負い、5月8日付を、もって、 市長を辞職すると表明し、市議会議長に市長辞職願いを提出した。本来の人気満了に伴う市長選にも立候補しないことを明らかにした。5月8日をもって和光市長を退任した。ありがとうございます。